なんかすげえサーブが打てそうな気がする。月島クロス締める。なんやねん。あれってあり？ルール的にはあり。ただ多分恥ずかしい。またあいつだ。手で取れって。後ろマイナス。うわあ。あいつだ。正直今回も日向翔陽かと思ってしまいました。稲荷崎も日向くんを警戒しすぎましたかね。しかしその気持ちは非常にわかります。今絶対日向に上がったと思ったよな。はい、そうですね。単なるおとりはリードブロックには通用しないですね。なんか空気的に俺に上がる感じだったじゃねえか。バーカ影山バーカ。